日本は韓国とどう向き合うべきか。 昨日まで日本を訪れていたアメリカ、トランプ大統領。現在は韓国訪問中です。トランプ大統領は今日韓国に滞在した後、中国に入っていきます。その後、ベトナム、フィリピンと外遊の予定なんですね。今回のトランプ大統領のアジア歴訪、最大の焦点は、百田さん、やはり北朝鮮の核ミサイル問題なんでしょうね。そうですね。えー、あの、これが一番大きいですね。これはあの、はい、アジアだけじゃなくて、本当世界の平和を脅かすもんですから。はい。 はい。これはもう一番大きな問題だと思いますね。えー、はい。はい、今回のですね、日米での会談で、安倍総理はトランプ大統領の全ての選択肢はテーブルの上にあると、まあ、こういう立場への全面的な支持を表明しました。日米の結束の強さ、これを国内外にアピールをしたわけなんですね。で、この選択肢という言葉、全ての選択肢はテーブルの上にある、選択肢という言葉には、軍事的オプション、これも含まれるとされます。 皆さんあのこのです、ね、軍事的オプションが選択される可能性、これは結構高いというふうに、以前からおっしゃってますよねこれは私は、まあ、もちろんその、軍事的なあそういう情報を掴んでるわけではありませんけれども、えー、北朝鮮の方からね、アメリカに向かって戦いを始めるということは、これは可能性ほとんどないと思うんですね。はいえー、問題はもし、米朝戦争があるとしたら、アメリカ軍からの先制攻撃になると。私はこの半年以上です、ね、トランプ大統領 あるいはその、アメリカの国防長官。まあそういう人の、あの、喋ってるコメントをずっと見てますと、ええ、これどう考えても清掃に向かってるとしか思えないんですよね。は,おは,おはい。ええ、もう何度も、お言葉を匂わ、匂わしてますよね。あの、ええ、やるぞと。はい。はい。例えば北朝鮮がね、やるぞやるぞ言うとも、これはまあ一種やるぞやるぞ詐欺みたいなとかってね、うん、あの、まあ脅しってのはほとんどです。と、アメリカの場合はね、 そういう脅しを使う必要がないんですよね、えー。今までアメリカはですね、融和政策を取ってきたのは、これも何でも言いますけど、北朝鮮のミサイルはアメリカまで届かなかったんですよね。はい、ところが、去年あたりから今年にかけてですね、どうも北朝鮮の ICBM はアメリカ本土まで射程に入れる力があると。で、なおかつそこに核弾頭もどうも詰める技術を、これ最短でね、あと数ヶ月と言われてますよね。えー、アメリカはそこまで待ってないですよ。えー、トランプ大統領はですね、アジアを、敵応が終わって、はい、 たたあたりから非常に緊迫感が増していると思いますね、えー、さて、その軍事的オプションが選択されるケース、これを考えるとですね、そこで関わってくるのは韓国です。え韓国のムン・ジェイン大統領、朝鮮半島でのこの軍事的行動を決断することができるのは韓国だけであり、誰も韓国の同意なしに軍事行動を決めることはできないと発言しておりまして、え軍事行動を選択肢に入れるトランプ政権にも釘を刺しています、まあ。昨日トランプ 大統領との直接の会談もありましたえ韓国側まあ、ギリギリまでですねトランプ大統領に平和メッセージを出してほしいとお願いしていたとも報じられていますまあ、こうした韓国の対北朝鮮へのこの向き合い方なんですけれども百田さんからしてみてこれはどういうふうにお感じですか あのね、えー、今年の春頃にですね、まあミサイル危機っていうのはもう一番高まった時ありましたね。うん、その時に韓国に渡った私の友人の方も何もいるんですが、はい。え戻ってきた年中はみんな口揃えというのは、緊迫感が全くなかったんです。ほあ<っ>、韓国に。韓国に。はい、ソウルに全く緊迫感がなかった。はい。で、これ何でかと言いますとね、ソウル市民は、つまりまあ韓国の国民はですね、 北朝鮮は自分たちには撃ってこないと思ってるんですよ。<う>だって同胞だから。はいはい。はい、あもともと同じね、民族で。あの、確かに、え、北と南で国は二つに分かれているけれども、あの、政治的思想もはっきり違うけれども、はい、同じ民族であるから、彼らは絶対に自分たちは撃ってこないと。はい。だ撃つんなら日本に撃つはずだと。 で、これはね、確かによくわからない。僕もね、キム・ジョーンがいざとなったらソウルにも撃つぞと。まあ、うん、口ではね、ソウルを火の海にしたるとは言ってますけど、えー、実際に韓国に向かって核を撃つのか撃たないか、これはもうわからないですけども、うんえー、はっきりしてることは、韓国人の多くは自分たちには撃たないだろうと安心してることですね。うんはい、ですからあ、今回のその北朝鮮のミサイル危機に関してもですね、彼らはあれや能天気ですです。お<ー>ですからあ、今回もですね、平和メッセージを出してほしいとかね、はい、トランプさんに言うてますよね。 ですからもう、彼らこそは北朝鮮をなんとかあ助けたいと思ってるんでまあ、えー、これもやっぱり同胞やから、まあ、そういう気持ちになるでしょうねそ,ういうそんな中、ですね今回、百田さんの先週、正電車からあ出版されました、ケント・ギルバートさんとの対談本、いい加減に目をさまさんかい日本人、<laughs> こちらにも出ております、はい、あの百田さんとケントさん、ともにですね、はいまあ、日本はにもちろんなんだけれども、日本人だけじゃなくて、韓国人も平和ぼけしていると感じているようですよね。もう 昔から朝鮮半島っていうのはもう火薬こみたいなところでね、はい、もうこの過去500年、1000年、もうずっとその大国の中に挟まれてですね、えー、この100年ぐらいにでも、アジアでの戦争はほとんどが朝鮮半島がきっかけとなってるんですね。えーはい、日清戦争しかり、日露戦争しかり、でまあ、あの戦後では朝鮮戦争もありましたしね。そうですね。今現在の,そのアジア情勢の危機っていうのはやっぱり朝鮮半島にあるんですね。にもかかわらず、 韓国の国民はですね、まあそういう危機しかゼロですね。な、ね、いんですね。まあでも今回の件に限ったことではないんですけども、どうもその韓国っていうのは日本への偏った感情っていうのは常に表に出るケース多いですよね。もうめちゃくちゃありますよね。<laughs> うねもう本当にうんざりするわよ、えー。ですからね、まあ今回の最初のテーマでね、はい、日本は韓国とどう向き合うべきか。はい、もう私は、 国交断交してもええぐらいと思ってるんですよ。そのくらいですかはい。もうひどいですよ。あのね、私はね、考えた、戦後70年ね、韓国政府が、あるいは韓国という国が、日本に対して何かいいこと一つぐらいしてくれたことあるのかなと。なんかありますかないです。あ、そういえばあの国は昔こんなことしてくれたことありますなんでこういうことするのってのはそれんですそ山ほどあります。逆に日本が韓国を援助したことはものすごくあるんですよね。え、いろんなことやってました。ところは韓国は、あ 日本を助けてくれたら、あ、そのことに関しては感謝せなあかんなと、というようなことは何もないんですよ。えー、まあ、もしかしたら探してあるかもしれないけど、まあ思いつかないですね。すねはい。もう本当に日本にとってはもう本当に厄介な国なんですよ。今でもそうでしょその、えー、もう世界中にリアフを像を建ててね。えー、こんなもう冤罪をね、世界中に広めてるわけですよね。えー そんなことを考えられないですよ、ね、普通の人のがね,ねあの日本にいる韓国の方とかね、はい、付き合うといい人はいい人なんだけど、うん、国としてはどうなのかっていうねひどいですねね、はい、さてケントギルバートさんなんですけれども儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇という心象これが50万部近いというですね大ベストセラーになっている方なんですよね私も呼びましたけど、はい、でその儒教というものがですねまあ韓国の外交姿勢にも悪い意味で影響 してているると指摘されそうですね。あの、ま、儒教の影響力っていうのはですね、あの、結構アジア全域にまたがってるんですけども、日本にも儒教入ってます。で、日本に入ってる儒教と、韓国に入ってる儒教は全く違うんですね。違うんですねはい。あの、部分的に言うと、ま、難しいんですが、ま、大ざっぱに言いますとね、日本に入ってる儒教っていうのは、儒教の英文も入ってるんですね。韓国とか中国に残ってる儒教っていうのは、儒教の一番悪いと入ってるんですよ。例えば、ま、あの、名誉の人、大山とか、こういうのは儒教のええとこですね。 例えら、ー、韓国とか中国に入ってる授業はですね、例えば人間を全て序列をつけちゃうんですよね。例えば、韓国とか中国の授業ではですね、一旦片っぽを誤れば、はい もうその謝った人間は永久に謝らなかるんですもうそこで一方が悪いとなってきたら、もうこれを、この立場を逆転することはできないんですよ。日本だったらね、一回、まあ、あ水に流報が謝罪すれば水に流しますけどね。それがないんです。はい。ですから、そう考えると分かるでしょう。いわゆる例えば、従軍員貼る問題ね。これはもともと日本には何の謝ることもないんですかね。強制するのは一切なかったんですから。ところはそれをですね、もうくっちゃくっちゃ言うてくる。で、日本が困ったなと思って、で、まあ、韓国がこう言うんですね。 謝ってくれと。うん、一度謝ってくれたらもう言わない。ほな、日本はね、あお一人じゃから、まあ、日本の文化はそういうもんですから。分かった、分かった。じゃあ、あ謝っとく、謝った。はい、これで終わりなんですよね。えー、いやもうこれ一旦謝ったやないかと。これを何度も何度も繰り返してくる。えー、で、まあ、前政権の、パククネ政権の時にはね、またあの、お金で、これでもようやくかと。あの、この時もですね、えー、完全かつ不計学的にっていう,う言葉が入ったんですよね。えー、つまりこれで完璧におしまい。はい、もう二度とはないと。 いうことだったんですが、うん、えー、この時もね、多くの韓国語を知る人たちはですね、絶対にひっくり返すと。 はあ、絶対にひっくり返してくると。ええ、まあ、その通りになりましたよね。うそうですね、はい。で、元々はですね、えぇ、えはいえー、1965年の日韓批准条約ですね、はい、あるいはその経済援助条約で、これで、もう完全に一切の保障は終わりと、いうことが国際条約で決まったんですよ。はい。1965年ですよ。もう今からだから50年前ですね。はい。その時に決まったのにも、この50年間何度ひっくり返しているかわからない。うん、はい。えー、あともう一つね、授業のことでね、なるほどなと思ったのは、例えば日本、 はね韓国に何度も経済でしてます。中国に対しても何度もしてます。はい、ところは彼らはそのことに対して感謝の言葉は言うたことありますかないでしょう。うあれほどの恩恵をこうぶりながらね、<い>彼らには全く感謝の気持ちがない。いあるいは感謝の言葉もない。はい、これ前から不思議やったと思ったんです。はい、ところね、ケント・ギルバーさんの本を読んで、なるほどと思ったんです。はい、韓国と中国における授業ではですね、メシタの者はメグアの者にいろんなことをするのは当然なんです。あ えー、だから、韓国と中国は、日本は自分たちよりずいぶん下やと思ってるわけですね。そうすると、下の者が、いろいろ援助したり、何やかやいいことしてくれるのは、これは当たり前のことなんで、感謝する必要はないんですよ。まあ、あのー、アジア情勢のね、この安定を図るためにも、韓国、中国、反日感情を持つ、その国とでも向き合っていかなきゃいけないわけですよね。はい、これ どう日本はその振る舞うべきなのか。うん、ですからね、えーはい、今私が言うたように、えー、韓国と中国の文化、あるいは考え方、はい、こういうものを理解して付き合わなかるんですね。はい、ですから同じ日本人同士の付き合い、生前札に乗っとって付き合いしちゃダメなんです。はい、あの、ここは俺とこ相手も俺るだろう。うん、まあ、ここで仲良くなるだろう。こういう考えは通用しないです。はい、ここは俺とこあるいはここは一歩引いとこう。一歩引けば、相手が一歩前に来るんです、はい、日本人同士だったら、 こちらが一歩引いた。まあ、向こうも一歩引いた。これでまあ、ちゃんちゃんっていうところなんですが、まあ、これはね、中国、韓国だけじゃないですよ。あの、国際関係というのは、そうやって連れ戦いですから、え、日本はもうそういうところはすごく甘い。え、特に中国、韓国は日本を敵視してますし、え、日本は自分たちのダメだと思ってますし、そして日本から奪えるものは何で奪ったろうと思ってる。そういう国に対して、日本は引いてはダメですよね。はい。はい。もう言うべきことはしっかり。もう、そこまでは要求を受けない。え、それはノーだっていうね。こういうはっきりした 態度いうこれからのビジネスの世界、あるいは政治の世界、特に中国韓国に対しては、そういう彼らの国民性、彼らの文化の根本、これをしっかり勉強しないとダメでしょうね。ええ。相手の考えやっぱりしっかり理解しなきゃまずダメだですそうですあのですから政治というのはやっぱり、あの、まあ、僕は、これも中国ですけどね、あの、昔から宗主ってありますね。はい。宗の兵法。敵を知俺らを知れば百戦あからずと。はい。つまり、戦いというのは自分のことを知ることも大事ですが、敵のことも るって大事なんですよね、えー、一層もはっきり違うけれども、はい、同じ民族であるから、彼らは絶対に自分たちは打ってこないと、はい、だ打つんなら、日本に打つはずだと。 で、これはね、確かによくわからない。僕もね、キム・ジョーンがいざとなったらソウルにも移ろうと。まあ、うん、口ではね、ソウルを火の海にしてあるとは言うてますけど、えー、実際に韓国に向かって核を撃つのか撃たないか、これはもうわからないですけども、うんえー、はっきりしてることは、韓国人の多くは自分たちには撃たないだろうと安心してることですね。うんはい、ですからあ、今回のその北朝鮮のミサイル危機に関してもですね、彼らはあれ得ない濃添機です。お<ー>ですからあ、今回もですね、平和メッセージを出してほしいとかね、はい、トランプさんに言うてますよね。 はい、ですからもう、えー、彼らこそは北朝鮮をなんとかあ助けたいと思ってるでまあ、えー、これもやっぱり同胞やから、まあ、そういう気持ちになるでしょうねそ,ういうそんな中、ですね今回、百田さんの先週、昇電車からあ出版されました、ケント・ギルバートさんとの対談本、いい加減に目をさまさんかい日本人、<laughs> こちらにも出ております、はい、あの百田さんとケントさん、共にですね、はいまあ、日本はにもちろんなんだけれども、日本人だけじゃなくて、韓国人も平和ぼけしていると感じているようですよね。もう明 昔から朝鮮半島っていうのはもうか炎っ子みたいなところでね、はい、もうこの過去500年、1000年、もうずーっとその大国の中に挟まれてですね、えー、この100年ぐらいにでも、アジアでの戦争はほとんどが朝鮮半島がきっかけとなってるんですね。えーはい、日清戦争しかり、日露戦争しかり、でまあ、あの戦後では朝鮮戦争もありましたしね。そうですね。はい、で今現在のそのアジア情勢の危機っていうのはやっぱり朝鮮半島にあるんですね。にもかかわらず、 韓国の国民はですね、まあそういう危機しかゼロですね。な、ね、いんですね。まあでも今回の件に限ったことではないんですけども、どうもその韓国っていうのは日本への偏った感情っていうのは常に表に出るケース多いですよね。もうめちゃくちゃありますよね。<laughs> うねもう本当にうんざりするわ、えー、で,ですからね、まあ今回の最初のテーマでね、はい、日本は韓国とどう向き合うべきか。はい、もう私は 国交断交してもええぐらいと思ってるんですよ。あ、<laughs> そのくらいですかはい。もうひどいですよ。あのね、えー、私はね、はい、考えた、戦後70年ね、韓国政府が、あるいは韓国という国が、はい、日本に対して、はい 何かいいこと一つぐらいしてくれたことあるのかなと。<う>なんかありますかないです、ねあ。そういえばあの国は昔こんなことしてくれたことあります、えー、な,んなんでこういうことするのってのは多いつかないそは山ほどあります。えー、逆に日本が韓国を援助したことはものすごくあるんですよね。えー、えー、いろんなことやってました。ところは韓国は、あ日本を助けてくれたら、あそのことに関しては感謝せなあかんなというようなことは何もないんですよ。えー、まあ、もしかしたら探してあるかもしれないけど、まあ思いつかないですね。そうです、ね、はい。もう本当に日本にとっては 本当に厄介な国なんですよ。今でもそうでしょその、えー、もう世界中にイヤホー、像を建ててね。ね<ー>こんなもう冤罪をね、世界中に広めてるわけですよね。えー、そんなこと考えられないんですよ普通の人なんね,ね。あの、日本にいる韓国の方とかね、はい、付き合うといい人はいい人なんだけど、国としてはどうなのか、お願いしていたとも報じられています。まあ、こうした韓国の対北朝鮮へのこの向き合い方なんですけれども、百田さんからしてみて、これはどういうふうにお感じですか あのね、えー、今年の春頃にですね、まあミサイル危機っていうのはもう一番高まった時ありましたね。うん、その時に韓国に渡った私の友人の方何もいるんですが、はい。え戻ってきた連中はみんなくじ揃いというのは、緊迫感が全くなかったんですっ。ほあ、韓国に。韓国に。えー、はい、ソウルに全く緊迫感がなかった。はい。で、これ何でかって言いますとね、ソウル市民は、つまりまあ韓国の国民はですね、 北朝鮮は自分たちには撃ってこないと思ってるんですよ。<う>だって同胞だから。はいはい。はい、あ元々同じね、民族で、ね。あの、確かに、北と南で国は二つに分かれているけれども、あの、政治的思想もはっきり違うけれども、はい、同じ民族であるから、彼らは絶対に自分たちは撃ってこないと。はい、だ打だつんなら日本に打つはずだと。 で、これはね、確かによくわからない。僕もね、キム・ジョーンがいざとなったらソウルにも撃つぞと。まあ、うん、口ではね、ソウルを火の海にしてあるとは言うてますけど、ええ、実際に韓国に向かって、核を撃つのか撃たないか、これはもうわからないですけども、うんえー、はっきりしてることは、韓国人の多くは自分たちには撃たないだろうと安心してることですね。うんはい、ですからあ、今回のその北朝鮮のミサイル危機に関してもですね、彼らはあれ得な天気添機ですお<ー>、うん。ですからあ、今回もですね、平和メッセージを出してほしいとかね、はい、トランプさんに言うてますよね。 ねはい、ですからもう、えー、彼らこそは北朝鮮をなんとかあ助けたいと思ってるでまあ、えー、これもやっぱり同胞やから、まあ、そういう気持ちになるでそんな中、ですね今回、百田さんの先週、昇電社からあ出版されました、ケント・ギルバートさんとの対談本、いい加減に目をさまさんかい日本人、<laughs> こちらにも出ております、はい、あの百田さんとケントさん、共にですね、はいまあ、日本はにもちろんなんだけれども、日本人だけじゃなくて、韓国人も平和ぼけしていると感じているようですよね。<laughs> 昔から朝鮮半島っていうのはもう火薬こみたいなところでね、はい、もうこの過去500年、1000年、もうずっとその大国の中に挟まれてですね、えー、この100年ぐらいにでも、アジアでの戦争はほとんどが朝鮮半島がきっかけとなってるんですね。えーはい、日清戦争しかり、日露戦争しかり、でまあ、あの戦後では朝鮮戦争もありましたしね。そうですね。今現在のそのアジア情勢の危機っていうのはやっぱり朝鮮半島にあるんですね。にもかかわらず、 韓国の国民はですね、まあ、そういう危機しかゼロですね。な、ね、いんですね。まあでも今回の件に限ったことではないんですけども、どうもその韓国っていうのは日本への偏った感情っていうのは常に表に出るケース多いですよね。もうめちゃくちゃありますよね。<laughs> うねもう本当にうんざりするわよ。<ー>ですからね、まあ今回の最初のテーマでね、はい、え日本は韓国とどう向き合うべきか。はい、もう私は 国交を断交してもええぐらいと思ってるんですよ。あそのくらいですかはい。もうひどいですよ。あのね、ね私はね、はい、考えた、戦後70年ね、韓国政府が、はい、あるいは韓国という国が、はい、日本に対して何かいいこと一つぐらいしてくれることころあるのかなと。うん、ほうなんかありますかないです、ね。あ、ね。そう。軍事的オプション、これも含まれるとされます。百田さん、あの、このですね、軍事的オプションが選択される可能性、これは結構、 高いというふうに以前からおっしゃってますよね。はい。ええー。まあ、まあ、これは私はまあ、もちろんその、軍事的な、あそういう情報を掴んでるわけではありませんけども、<い>北朝鮮の方からね、アメリカに向かって戦いを始めるってことは、これは可能性ほとんどないと思うんですね。はい、えー、問題はもし米朝戦争があるとしたら、アメリカ軍からの先制攻撃になると、うん。はい。えー、私はこの、半年以上ですね、トランプ大統領、 あるいは、その、アメリカの国防長官。まあ、そういう人の、あの、喋ってるコメントをずっと見てますと、<っ>これどう考えても清掃に向かってるとしか思えないんですよね。は,ーは,ーはい。えー、もう何度も、お言葉を匂わ、匂わしてますよね。あの、えー、やるぞと。はい。はい。例えば、北朝鮮がね、やるぞやるぞ言うとも、これはまあ、一種やるぞやるぞ詐欺みたいなとかってね、うん、あの、まあ、脅しってのはほとんどです。と、アメリカの場合はね、 そういう脅しを使う必要がないんですよね、えー。今までアメリカはですね、融和政策を取ってきたのは、これも何でも言いますけど、北朝鮮のミサイルはアメリカまで届かなかったんですよね。はい、ところが、去年あたりから今年にかけてですね、どうも北朝鮮の ICBM はアメリカ本土まで射程に入れる力があると。で、なおかつそこに核弾頭もどうも詰める技術を、これ最短でね、あと数ヶ月と言われてますね。えー、アメリカはそこまで待ってないんですよ。えー、トランプ大統領はですね、アジアを、適応が終わって、はい、 たたありから非常に緊迫感が増していると思いますね、えー、さて、その軍事的オプションが選択されるケース、これを考えるとですね、そこで関わってくるのは韓国です。え韓国のムン・ジェイン大統領、朝鮮半島でのこの軍事的行動を決断することができるのは韓国だけであり、誰も韓国の同意なしに軍事行動を決めることはできないと発言しておりまして、え軍事行動を選択肢に入れるトランプ政権にも釘を刺しています、まあ。昨日トランプ 大統領との直接の会談もありましたえ韓国側まあ、ギリギリまでですねトランプ大統領に平和メッセージを出してほしいとお願いしていたとも報じられていますまあ、こうした韓国の対北朝鮮へのこの向き合い方なんですけれども百田さんからしてみてこれはどういうふうにお感じですか あのね、えー、今年の春頃にですね、まあミサイル危機っていうのはもう一番高まった時ありましたね。うん、その時に韓国に渡った私の友人の方も何もいるんですが、はい、え戻ってきた年中はみんな口揃いというのは、緊迫感が全くなかった。ほう<っ>、あ、韓国に。韓国に。はい、ソウルに全く緊迫感がなかったで。はい、で、これ何でかと言いますとね、ソウル市民は、つまりまあ韓国の国民はですね、 北朝鮮は自分たちには撃ってこないと思ってるんですよ。<う>だって同胞だから。はいはい。はい、あもともと同じね、民族で、ね。あの、確かに、えー、北と南で国は二つに分かれているけれども、あの、政治的思想もはっきり違うけれども、はい、同じ民族であるから、彼らは絶対に自分たちは撃ってこないと。はい、だ撃つんなら日本に撃つはずだと。<う>で、これはね、確かによく分からない。僕もね、キム・ジョーンがいざとなったら、